私先輩のことが好きです。コスプレのパートナーとして先輩が大好きです。え、今日のイベントで気づかされたんです。こんな素敵なカメラマンさんが見つかって幸せだって。なるほど、コスプレのパートナーとして、なるほど、理解した。つまり俺のこの気持ちも恋愛ではなく、そういうこと。このモヤモヤはカメラマンとしての嫉妬だったのか。このドキドキはコスプレイヤーとして尊敬の念だったんだ。先輩のことを好きになっちゃったらどうしようかと思った。私の方から約束破るなんて。よせやい。よかった。